浪江町で今日から運行が始まったのは、イオン浪江店の移動販売車です。移動手段が限られ、買い物に不便を感じている住民などの支援が目的で、車には冷凍庫などが搭載され、総菜などおよそ500品目の商品を販売。それではどうぞ、皆様どうぞ、ここに盛大な拍手を。この水素自動車は町内で作られた水素を使い、双葉町も含めた10カ所を走ります。近所の皆様どうぞお越しくださいませ。車の前にはたくさんの商品が並べられていて、まさにスーパーのお惣菜コーナーさながらです。早速たくさんのお客さんが訪れています。初日の今日は、震災後に整備された災害公営住宅で販売が行われました。買い物はもう買い物難民ですからね。月2回でも来てもらえれば、まあ、皆さん助かる。すぐこのお車で届ける、販売できる、タイムリーにですね、対応できるようにしていきたいなと思っております。移動販売は休日を除く週5日で、今後は利用客の要望に合わせて商品やルートを変えていく予定です。